今日は簡単中華を2つ作ってきます。トマトと卵とニンニクと生姜、これで1つと、豆腐と春雨とニラ、これで1つ。あとおまけは昨日の残りの千切りキャベツときゅうり1本、これで作ってきます。とりあえず野菜は切り終わりました。あと春雨は湯で戻してから食べやすい大きさにカットしました。こんだけやっとけば、あとはフライパンでシャッシャってやるだけなんで簡単です。ニンニクと生姜を炒めていきます。たら、水、お酒、オイスターソース、お醤油、少し調味しちゃった。ちょっとだけお砂糖、豆腐、胡椒もちょっと。春雨、ニラ、ごま油、終わり。食べる頃にはいい感じで汁を吸っちゃうんで、おかずになると思います。卵、あつ、ニンニクと生姜、今日の晩ご飯はこれがメインなんだけど、トマト卵炒めと、それから春雨と豆腐とニラの煮物と、あとは生野菜と玉ねぎの漬物。以上でした。